はい、皆さんこんにちは、クロノです。それでは今日もですね、エヴァーアフターホールズ続きをやっていきたいと思います。はい、前回ね、一応、第4ダンジョンクリアさせていただきまして、この呪われた聖なる木のルーン、まあ第4ダンジョンで終わりかと思いきや、この聖なる木のルーンをね、ボスから落ちまして、まあこちらの呪いを解くという、話になっているところです。で、一応材料を集めてきたので、ドンさんに渡すところになっております。クロノ、あなたならやってくれると思ってた。すぐに取り掛かるから、明日には完成するはずよ。ああ、聖なる木との再会が待ち遠しい。聖なる木自体はあれかな？分かってる感じなのかな？ドンさんも。で、まあ、そのまま次の日に、してもいいんですけども、その前にちょっとね、アーミーさんからの手紙が、届いていました。もう命がけでモンスターと戦う必要はなくなったけど、トレーニングで健康を維持したいんじゃない？心臓血管系とリンクする新しいシミュレーションチェアの設計図があるの。なんか怖いけどね。普通になんかちょっと怖いけど。つまり、シミュレーション内で行われるあらゆる動きから実際に肉体的な恩恵を受けられるってわけ。だから脳にじゃなくて、肉体的な恩恵ってすごいよね。この件について興味があったら声をかけてね。ということで、ちょっとアーミーさんところもね、家も近いし寄ってみようかな。アーミーさんところにね着きましたんで話を聞いています。アラクロの、私が温めてた新しいシミュレーションチェアについての手紙を読んでくれたのね。ダンジョン VR っていうトレーニングプログラムを作ったの。戦闘スキルをテストするためのプログラムなんだけど、体も鍛えられるし最高よ。それに一切危険な目に遭わないしね。いつもみたいに材料集めを手伝ってほしいの。新しいチェアの項目をプロジェクト端末に追加しておいたから、完成したらダンジョン VR をインストールしてあげるね。なんとシミュレーション内で入手した鉱石は岩を具現化してこの世界に持ち帰る方法を発見したの。私もしや天才？いや、天才すぎるだろう。この才能に驚かされることがあるわ。詳しく説明したいところだけど、粒子力学はあなたの得意分野だし、説明の必要はなさそうね。いやー、説明してもらいたいけどね。ただちょっと問題がありますね。まあまあお金は足りてるのであれなんですけども、はい、家のアップグレードを実は密かに行っておりまして、2回目の10万ゴールを払わないといけないです。10万ゴール払います。さっきちょっと気に、あのね、あれいつの間にかクロノの家でっかくなってないって思われた方ももしかしたらいるかもしれないけども、実はちょっと大きくなってました。これか、ダンジョン VR。ちょっと材料が微妙なとこだな。レアなキャンディーに10個もあったかな。ダンジョン VR シミュレーションチェア、ダンジョン VR シミュレーションテストがプリインストールされたシミュレーションチェア。この椅子に座るとダンジョン VR に入れる。なるほどね。次のプロジェクト、じゃあこれにしてみるか。まあちょっとこれが、できるようになるみたいですね。すごい画期的なものですね。なんかその感じからするともうダンジョンに入れないっていうことなのかな。そう、実はね、ここのダンジョンが入れなくなってんですよね、今。そう。もうなんか聖なる木のルーンがぴったりはまりそうな場所があるっていう感じで、そう、もともとゲートあった場所に門が閉ざされていて入れなくなってるんですよね。だから、どうなっちゃうんだろうね。どうなってしまうんだろうか、わからないんだけども、まあ、とりあえずルームもね渡せましたので、ちょっとね次に、行きたいなと思います。この呪いを解くのは想像以上に大変だったけどやり遂げたわ。私に会いに来て。すごいな。すごいね。なんかそういえば思ったけど、ドーンさん普通に呪いとか解いたりしてるけど、どういう感じなんだろうね。まあ、とりあえずドーンさんのところにね、行きましょうか。よいしょ。フィンさんずっとここに、ね、一応アイコンはある感じなんだけど、うん、もう一個ね、実はクエストを頼まれていて、ブラムさんとセドリックさんの依頼。で、まあ、もともとはセドリックさんの依頼を、ブラムさんが受けてたみたいで、
で、ブラムさんだけではちょっと集めきれない材料があるから、材料をクロノに集めてほしいよっていう風な依頼を、今受けてるんですよね。一応この依頼の中には入ってないんですけども、そう、ブラムさんのところに材料を届けに行けばいいということで、で、フィンさんのロボットをね、どうやら作ってるみたいで、それのね、ちょっと手伝いをしてほしいということで今やっているところですね。もしかしたらフィンさんのロボットが後々でドーンさんのところに来るようになるように置いてあるのかな、ここにアイコンが。いや、どうなんだろうね。とりあえずドーンさんにお願いします。くれぐれも気をつけて扱ってね。ポータルのドアに挿入するとドアが、開くから、あの木と再会できるとは思わなかったわ。今回はあれなんだね、なんか危ないと思うからみたいな感じで言われないんだね。わあ、これとうとうあれなんだね、ここのポータル最後なのかな。よし、やっていくか。はい、平和の使者、聖なる木のポータルを解放した。まあ、本来このポータル自体はそこに行くためのものだったと。さあ行ってみるか。どうなんだろう、戦いあったりする？なんかめちゃくちゃ不気味そうな場所に来たぞ。でも、そうだ、朝だよね、まだ。暗いな。ここは不気味なほど静かで、体を穏やかな感覚が包み込む。この場所を何とかして生き返らせなければならない。生き返らさなければならない。聖なる木は一日一回オーブシロップを与えることで健康を取り戻します。なかなか大変な作業をしなきゃいけないってことですね。健康な聖なる木は2日ごとに聖なる花 ×3 をドロップします。すべての、戦闘かなが復元されるまでは聖なる花のみを明るい地面にのみ植えることができます。翌日には聖なる花を植えた周囲の地面がさらに明るくなります。このエリアに、点在する戦闘の両側を成長したあらゆる種類の花で囲むことで戦闘の色を元に戻せます。全ての戦闘が復元されるとこのエリアに光が戻り、このエリアにあらゆるオブジェクトを置けるようになります。ってことは、まあこっちに、まあなんて言うんだろうね、まあ黒野がここを自由に使っていいようには後々できるってことだね。なるほど、なんかすごいなんかラスボス的な戦闘が入るかなと思ったら、そっか、オーブシロップをめっちゃ生成してこないといけないんだな。で、聖なる花を、明るいところに植えていくのか。明るい地面っていうのは、ここの、これのことかな。なんかちょっとここだけ色がね、明るいというか、ね。で、これは種製造機。四方を成長した花で囲むと、この戦闘の色が蘇る。へぇー。あ、ここもなんか、ムーンフラワーアルファの種。なんかそうだ、そういえばその、寄贈するやつの中にさ、お花とかがあったんだよね。で、お花ってどこにあるんだろうと思ってたんだけど、そういうこと？あ、ほにゃ。かわいい。ガチョウ、ピンクのガチョウの赤ちゃん。これはアニマルクローンマシン。クローン。そんなこともできるの。この子。ネオン色の牛の赤ちゃん。かわいい。かわいいけど、そういうことなんだ。なるほどね。こっちでちょっといろいろしないといけないんだ。ちょっとオーブシロップ持ってるから与えてみようかな。よし。では、オーブシロップ持ってきました。与えてみましょう。与えた。一日に一回しかできません。そうですよね。これ一回やったら、もうそれで OK なのかな、一旦。で、一応この周りの草は、取っといたけど、これどうなんだろう。一マス植えたらどんな広がり方するんだろうね、お花。思ったよりオーブシロップがあってよかった。
よし、じゃあまたちょっと次の日に。あ、お、ドーンさん。え、聖なる木が少し傷んでる？とても悲しいわ。黒の無理なお願いじゃないといいんだけど、オウブシロップは枯れた木に再び活力を与えると言われているわ。ちょうど余ってるのがあるからこれ持って行って。シロップは聖なる木が元気になるまで、一日一回、木の中に垂らして。でも、これで最後の一つだから、あなたもオウブシロップ作りをしてもらえると助かるわ。あ、でも一個はもらえたんだ。住民さん一人ずつからもらえないかな。何事も始めるのに遅すぎるということはない。そうだね。確かにそう思う。いや、本当にね、最近そう思うんですよね。そう、まあなんか大人になったから、ね、ちょっとできなくなったかなと思ったりもしたけど、まあ今からでもちょっと勉強したりとかね、してもいいのかなっていう。そう、まあ忙しさを理由に結構、やらないこととかって増えたなーって最近思う今日この頃でございます。最近思う今日この頃ってなんかちょっと日本語おかしいか？はい。という感じになります。じゃあちょっと日付変えてもう一回オーブシロップ渡しに行きましょうか。二日に一回って言ってたよね。お花もらえるのが。じゃあもう二日経たないとお花もらえないかな？うん、ちょっとまあ、もらえるところまでは移動してみようか。あ、ちょっと、目が生えてる？かな。あれ、もともと生えてなかったよね。で、これまた、オーブシロップ、与えてみたら、あ、でもこっち雨降ってんな。めっちゃ雨降ってんな。いや、でももともとめっちゃ綺麗な場所なんだろうね。こう、めっちゃ気になるな、ポニャ。かわいいな。じゃあもう一日、日付変更して、まあ日付っていうか日付を変えて、またここに来るとお花がもらえるんですよね。ちょっとこれもやってみましょう。はい、じゃあ三日目になるかな。また、オーブシロップ入れて、でも一日に一回しかできません。あ、健康な聖なる木は2日ごとにだからまだなのね。まだまだあれなんだ、オーブシロップいるんだね。え、どんぐらいいるんだろうね。でちょっとずつやっぱり復活はしてきてるような感じしてますけどね。うん、じゃあこのオーブシロップはあれかな、もう健康な状態になったら使わなくてもよくなるのかな。ちょっとこの辺気になるけどね。めっちゃ気になる。めちゃくちゃ気になるぞ。この辺。岩粉砕機ってなんだ？あ、なんかよく、あれかな？ブラムさんところにある、ね、不思議な石とかを割ってくれる機械を自宅に置けるようになる。まあ自宅って、もしくはあそこでずっと置いとけるようになるっていう感じかな。結構ありがたいかもしれないね。ブラムさんのとこだったか、確か30ゴールドだったっけ。うん、ちょっと通貨の名前忘れちゃったけど。ちょっと30ずつ毎回いるので。それを考えると、ね、だいぶありがたくはありますよね。ありがたいですよね。よいしょ。で、アルパカの糸と、あと何だったかな？アルパカの糸と、もう一個何だった？アルパカの糸、あっと、アルパカの糸生成してたのに金のロープになっている。金のロープになっている。まあまあ、ありがたいような、ちょっと今じゃなかった感もあったりもしてたけどね。そう、アルパカの、そう、このアルパカの糸、これあと2つで、アーミーさんところの、シミュレーション椅子ができるんですよね。あと何だったかな。あとね、あ、そう、あと、あれです。あとはね、今ちょっと順調に集まってきてるんだけど、レアなキャンディー。これが一応レインボー、
レインボーの、こちらの、この子。から手に入るんですけども、この子が落とすものがそもそも3種類あるので、まあ、餌をあげたら落としてはくれるんだけども、まあ、絶対それを落とすわけでは多分ないと思うんですよね。で、落とすのがこの普通のキャンディ、レアなキャンディ、ウルトラレアキャンディ、というふうに落とします。ウルトラレアキャンディ、意外とウルトラと書いてあるんだけども、意外と落としますね。あ、そっか、この子がポニャなんだな。そうだね、この子もポニャなんだ。この子の、色違いが、まあ、手に入るようになるっていうことだね。よいしょ。じゃ、ちょっともう少し、日付を変えてみて、ね、どんな風にあそこ、さっきの聖なる木の場所が変わっていくのか、もうちょっと観察していきましょう。よし。では、こちらが4日目になりますかね。結構、ね、緑が増えてきたような感じしますね。これ周りの雑草とかは切っとかない方がいいのかな？どうなんだろうね。じゃあ次行ってみましょう。お、結構、ね、緑増えてきたね。これで、5日目かな。さあ、どんどんね、生い茂ってくださいね。さあ、6日目ですね。また、入れましょう。あれ？もう入れられなくなってんな。あれ？もう入れられないな。合計で5つかな？オーブの、シロップ入れてたと思うんですけども、6日目で入れられなくなりましたね。なんかやり方が変だったかな？ちょっと待ってね。こう、うん。入れられないね。うん。一応入れられなくなりました。じゃあ、こっから、多分今健康な聖なる木になったってことでいいのかな？うん。なので、先頭の色を元に戻すために、お花を、今からお花が2日に1回咲くので、そのお花を、もらって植えていけばいいっていうことか。よしよしよし。どうしよう。100日とかだったらどうしようかと思った。100回オーブシロップ入れないといけないとかだったらどうしようかと思ってたよ。まあさすがにそんなことないと思うけど。あ、ごめんなさい。トビアスさん。ありがとうございます。ちょうど僕、このブルーベリージュースを入れようと思ってたんですよ。ありがとうございます。よいしょ。8日か9日ぐらい経ったのかな。これ種だよね。あ、花か。もう花。これを光ってるところなら植えられるって言ってたけど、ここもダメなんだ。どこならいい？ここここはまだダメなんだ。なるほどね。どれぐらい、光量あるんだろうね。これどんどん広げてくっていう感じでいいんだよね。多分きっと。きっと多分そういうことだと思うんだけど。あれ、ここ一応草買っとかないとできないんだな。これもう3つ植えちゃっていいのかな。うん、お花がどんだけの成長速度かわからんしね。うわ、楽しみだな。こっからお花が咲いていくの。まあ自分がちょっと気になる方向、まあまずちょっとこっちの方気になるのと、あと下の、あ、こっちじゃないな。ここね、ここにもたどり着きたい。あ、でもこっち種製造機も気になるし、ムーンフラワーアルファの種。いや、気になるもの多いな。全部行きたいんだけども、3つしかいただけないのでね、また2日経たないと、これお花は咲かないのかな。いやーでも、いいね。ああやって広げていけるんだね。ちょっともう、ちょっとね、どんな風に広がっていくのかも見たいからね。もう少し日付進めてみよう。これちょっと広がったのかな？ちょっと広がったかな？ちょっと広がったっぽい感じするね、これ。一マスかな？一
マス分、多分周り一マス分ずつって感じになるのかな。なんか広がったような感じしますね。なるほど、割と地道な作業になりそうだな。なんかちょっと想像してたわって感じですけどね。それちょっとこのね、ちょっと薄れてるこの部分じゃなくて、もう完全に明るくなってる部分じゃないとこの花は、できないみたいですね。なんかここだけちょっと見た目違うけどいいのかな、大丈夫なのかな。まあなんなら全部見た目違うけどね、違う花が咲くのかな。あ、そうかもしれないね、違う花が咲く可能性あるな。なるほどね。なんか四方を成長した花で囲むとその先頭の色が染まる、蘇る。まあでもここはムーンフラワーアルファの種はここで手に入るけど、他の花の種はどこで手に入れるんだろうみたいな感じだから、もしかしたらね、あのいろんな色とりどりの花が咲いていくのかもしれませんね。はい、あれから数日進めてみました。でまた新しくね、お花を植えられるようになったので、3箇所また植えて、まあ、合計今6箇所お花を植えてるような状態になります。で、多分ね、言ってた通り、やっぱり違う花がね、咲いてきますね。それぞれ。これは別になんか干渉は、まあでも今はできないのかな。まだ育ちきってないからって感じなのかな。ね。まあなんか、お花も寄贈ができるっぽいのでね、何かしらで、ちょっとね、得られたりもするんじゃないかなって思うんだけど、どうなんだろうね。まあ、種製造機とかに入れたりとかしたら、また自分のね、多分好みの花とかを増やしたりとかするっていうことなのかな。まだね、ちょっとわからないんですけども、まあ綺麗なお花がね咲きました。まあ、こんな感じでちょこちょこと進めていってね、ここをお花畑にしていきたいなと思います。はい、じゃあまあ今日はね、ここまでにしたいと思います。ちょっとね、戦闘があるのかなと思って、ね、刀を持って来てみたけども、別に戦闘もなくって感じで、そう、戦闘もなくって感じだったんだけども、まあ、お花のね、謎とかも分かりましたので、うん、多分ここで入手できるんだろうなってところだと思いますのでね、まあ、どんどん増やしていきたいなと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。